2月12日発売のフラッシュが元フジテレビアナウンサー加藤彩子に関する記事を掲載した。彼女は4月からフジの夕方ニュース枠のメインキャスターに抜擢されたという。現在、夕方のニュースは日テレ、テレ朝、TBS の視聴率がむつ 8% ほどなのに対し、フジは 3% 台と一人負け状態なのです。そこでフジは番組を一新し、加藤アナを起用したわけですが、フラッシュの取材によると、彼女は過去に過密スケジュールで倒れたことがあり、年出し帯番組はもう無理と仲間との飲み会でも言っていたそうです。それでも今回は、局側が熱烈なラブコールを送り、口説き落としたようです。テレビ指揮者、加藤は多忙だった2014年、目覚ましテレビや、本までっか、テレビ、フジテレビ系の収録中に意識を失って倒れてしまったこともあった。また明石家さんまの番組では、驚きのアクシデントが起こっていたという、当時、加藤が倒れた時のことを、後にさんまがラジオで語っています。それによると、さんまは、大丈夫か、と言おうとしたそうなのですが、倒れた衝撃で彼女のスカートは全開になり、アンダーウェアが全見え状態に。そのため、そっちの方に神経がいってしまった。俺は情けないと、興奮した過去を明かしています。この時は収録なのでまだ良かったですが、春からのニュース番組は生放送なので過労で倒れた場合、またスカートの中のカトパンが見えてしまうのではないかと一部で心配されています。前でテレビ指揮者、スカートがめくれれば、視聴率アップは間違いないが、まずは無理をせず健康第一で仕事を続く。